自信持って出せるものを作っていけるようになってもらいたいな、そういった人がやっぱ何人かは必要だろうなと、木製バット使いたいっていう子が一気にやっぱ増えると思う。手削りの、まあ、うちの一番の、ポイントの売りの男なんですけど、ここでフルオーダーとかの場合は一本一本手削りで削っていきます。まあ、まずどんな風にやるかちょっとやってみる。失敗数多いんですよ。最初まだ全然バットの方じゃないから、最初この大きい刃物でざっとあらかた削っていきます。どんながいいか、どんなバットがいいか、ちょっと小指半分ぐらいタイカップになってるぐらいですか。高さは何センチがいいって？83ぐらいでいい。3.4、短めでいい。84、じゃあ4で。
短いな、確かに。こんな感じで、じゃあスイッチモデルとキャップモデルを左足をフルターから左足キャップから、やっぱりこれ高橋をしようぜ、はい、これキャップはトップ早く、トップバランス早く、ちょっと重くてもいいから、全体の感じ、全体的にフリップだけ、それでメントの形、そう、まあ、このあーでも、ちょっとこれ細い、特にそう思うと、まあ、極端に言えばこういうようなイメージ、極端、極端、これはまあ極端やけど、あーでもね、これぐらいか、これや、このままこの感じで、このままで、あ、でもそれやったらいいか、高橋義雄モデルになろうか、そうそう、だからもうちょっと85ぐらいにしてトップにしとけば、85はちょっと扱いきれん、3、83でも全然短いバッグ好きやから、好きなんや、じゃあこれで83で、83で、うん、難しい、いや、なんかやっぱり、ファーストインプレッション大事かなと思うんで、握った感じでちょっと決めたんですけど、めっちゃ調子乗るやん、いやいや、やっぱりね、じゃあ誰もいる、調子乗る、嬉しい、ありがとうじゃあ、今の間、スイッチも、はい、僕、一時期実は、荒、うん、木さんが実際に使ってたバットを使ったんだ、スイッチは長い方がいいんじゃない、長い方がいい、そうかな、あー、いい、そうか、これですね、これこれこれはスイッチ、あー、ちょっと見せて、スイッチヒッター、西岡選手もね、あー、こっち、いや、あー、こっちや、西モデル、長さは、長さは85?85でしょ、こうか、いくつのね、これ4、83、40、じゃあけど、俺は83、西が5、後ろが83、どうだ、どうだ、重さ、重さ、これ全部出していいよ、出していい、どのが言ってたっけ、これが800、700、700、いや、800、
800ぐらいなのが、800ぐらいがいい。こちらも800。で、800がいい。で、西モデルは、780ぐらい。780、ちょっと軽めで。はい。素材は、キラーアッシュやし、軟式やったら別に、何でもいいけど、あと、まあ、好みやね。メープルでいいんだ。逆にじゃあメープルと全部分けたら違うやつやでしょ。何がある？メープル。何でもいい。メープルとカバーもある。あの、おすすめのやつは？しれ？あれは何式できひんのよ。あ、そうなんだ。だから、メープルとやるなら、メープルとカバーか。あと、じゃあ、カバー。カバー？ヨシノブがカバーで、あ、ヨシノブメープル。あ、ヨシノブがメープルか。もう使う気やん。めちゃくちゃ。で、西野がカバー。色とかも自由に。あ、それじゃあ上で聞いてもらえる。上で、うん、これで、おー、いいね。白っぽくない？あの、真っ白で、木の白い。あ、木の、うん、そのまま、木の素材のも無塗装で、木のそのまんまの質感で、パステルネイビーで。これシルバーのね、シルバーで決まりました。私はね、やっぱり結構一目惚れで、いや、そう、最初から言っとった。もうこれ一択でしたね。飛ばす人が使いそうな感じ。そう、これちょっと短く持って 85cm。うん、それが、CR ナンバー2のスイッチモデル、ね、スイッチモデルです。これなんていうの？これはブラウン。ブラウンで？ブラウンで赤褐色。赤褐色。かっこいいわ。かっこいい。ちょっと、これはこれね、いいですね。なんつうかな。これはね、薄めたやつ。多分ね。これね、なんかパス。ネイビーかなんかを薄めとんかな。その独特の色合いなんですけど。かっこいい。これ、かっこいい。薄め。これ、まあ、できなくはない。ちょっとこうがいい。いいと思う。ペップの、マークもそのままでいいね。もうこれで。ペップのカラーも緑やから。そうだけど、僕緑好きなんですよ。うん。本来的に、あの、ブルーが青で。カップルが緑で、スイッチオレンジだね。オレンジ。緑じゃない？緑やな。緑で青いでしょ。緑そうか。じゃあ、クッキー、油ってさ、感じじゃん。緑で、青、青かな。なるほどね。それをブルーローズで。そうですか。うるさい感じ、うるさい感じで。一人だけちょっと意味持たせてみました。そういう意味を持たせてみました。カップは、シリアルナンバー3 の、 あのちゃんとグリップを長さもこだわって、これで、これもいいで、これもいい で、あれはぼかしはぼかしも、ぼかしも言える。ぼかしのちょっとバット見せてあげてよ。どういうイメージなのか。それはあると思う、ね、こういうね。そうですね。これ先っぽが青ね。ちょっとうるさいけど、まあ、あるよね。もうちょい薄めかな。うん、でもこういうイメージ、うん、うん、ありありあり、うんうん、これが、グリップ、これグリップやんな、これがグリップ、グリップで、あと、刺しているさっきの、うん、なんか濃い方がいいな、濃い方がいいな、それかネイビー、そっちはパステル、パステル、パステル、うん、それパステル、パステルの方がいいね、この方がいい、うん、ヘッドがパステルネイビー、はい、で、グリップがその薄い色で。何ですか？ちょっと調べときます。はい。薄い。で、ぼかし。ぼかし。しみやな。そんな感じや。なぁ。これ、境目は、この上目でいい、上目の方がいいね。あ、ね、45で。確かに、キャップは、キャップモデルは、トップバランスですね、トップバランス。マークは、あ、ごめん、マーク。マークは、白、どう？いや、青やった。青やったら、これと同じで。シルバー。
あ、ゴールド。いや、シルバー、でも下緑やもんね。下緑。ゴールド、ゴールド、ゴールド。うるさいな。そやな、ゴールド。ゴールドね。この人でうるさいから。黒でもで、まあまあ、あんまり目立ったんかな。ゴールド。ゴールドで、マークゴールドで、はい。じゃあ、これ今からお戻らさせていただいて、はい。男性に来たら、バッティングセンターそうですね。試合と。試合で、初打ちもバッティングセンターもして、ちょっと試合もあったらね。はい。実際ですね。キャップのうちの素材はメイブル。でちょカバ、はい、北海道のキャラですね。で、ブルーがアッシュ。アッシュです、ね。アッシュ。はい。じゃあ、完成まで、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。儲かったね。ありがとうございます。いや、これでも儲かるかどうかは、これで結果次第やから。営業妨害になるかもしれない。営業妨害。なるほど、なるほど。